吉田さん、南の帝王で確かにそうですよね。なんかね、鋼材を納品したんですよね。そしたら取引先の大手からちょっとこれ寸法違うぞってことで取りに来いって言われたんですよね。取りに来いって言われたけども、やっぱりその下請けの社長はどうしてもお金がいるから、ああじゃあ鋼材取りに行かせてもらうんで新しいの納品するからちょっと許してください、入金お願いしますって言ったら、もうお前のとこと取引しないよって言われて、鋼材を作って納品したのも一人に行かないといけないし、その鋼材の、まあ、制作費用も自分持ちだし、で売り上げ入金はないしって感じで、万田銀次郎さんがね、困りまんなーとか言われたらしいですよね。まあでも厳しいこと言ったら、経営者ってのは取引先、取引の一つ一つが勝負ですからね。一回入金がなかったらそれで終わりみたいな、そんなね、歌方のものではなくて、まあいつもはきついと思いますけどもね、信頼関係を築いて、時にね、詐欺にあっても、時に天変地異が起きても、持ちこたえれるかどうかってところが、まあ資質として問われているところはありますね。確かに今回の、なんかね、コロナ騒ぎみたいなのは、あまりにも強烈な主権制限だったんで、これに耐えれるところっていうのはね、本当に、強いところだなと思います。それ致し方がない、度を超えたところはあると思いますけども、私の例で申し上げますとね、麻雀店をどのように持たせていたかってことですよ。それをちょっとお話ししましょうか。まあ、方法は2つですね。麻雀店経営して最初の3年っていうのは売り上げ上がらないんですよ。お客さんいないんで。常連さんがつくまでに1年半かかりました。その時どうやって売り上げを維持してたかっていうと、まあ私がね、アルバイトで稼いでたかなんてどうしようもないんで、そんなものじゃないんですよ。まずはね、会社のお金、売り上げを100万円集めて、それを FX の400倍レバレッジかけて、当時はまだできたんで、それでゴーンゴーンと入れてですね、で10秒トレードでなんか 10万とか20万みたいなのを作って決済とかね、そういう危ないことしました。もちろん逆に触れたらその資金がなくなってロスカット食らって終わりですけどね。こんななんかギャンブルみたいなことをしたんですよ。でもこれはね、本当にやめた方が良かったなと思いました。うまくいったけどもやめた方が良かったなと思いましたね。そんなことやっちゃダメだと。今きっちり FX 学んで考えてみたら、よくあんなんで勝てたなと。だから初心者が破産するんだなと思いました。あんなことしちゃダメだなと思いましたね。ちゃんと学んで経験積んで失敗を繰り返しながら少しずつリスクを取っていくっていうことだと思います。で、2つ目の方法です。これはね、後半です。2013年なるかなんないかっていう時、本当にネットビジネスをまだやってない時ですけども、お金がなくて従業員の給料の支払い日が例えば1週間後とかに迫ってるんですよ。どうしても30万とかね、足りないんですよ。その時どうしたかっていうと、私は自分の麻雀店の経営が終わった後、広島の夜の街に行ってね、ちょっとお高いところに行ってですね、でそこで、まあ、レジのお金30万ぐらい持って行って店金にして、そこで麻雀をねして、で5万買ったらやめるみたいな感じで、5万買ったらはいやめますっていうふうにね、むちゃくちゃ嫌われるやり方やりました。でしかもゲーム中はもうね、感じ悪いことこの上ないんですけども、むすっと黙りこくってね、どんななんかね、もう物も見逃さないように、どんなこともね、勝利につなげるために、そして麻雀して、まあ、3連勝ぐらいするわけですよ、そしたらもうやめますみたいな感じでね、勝ち逃げかって言われて勝ち逃げですみたいな、まあ、そんな感じで綱渡りのように1週間で30万とかをね作って、従業員の給料に当てたりとかしました。いや、これはね、多少自信がありました。FX 以上には麻雀で勝つことは自信があったんですよ。で、私ね、自分の経営してる麻雀店でオーナーが勝ったら、それはお客さん来なくなるじゃないですか。だから店では麻雀あんまりしないようにしてたんですよ。でも夜自分が客の立場で麻雀に行くときは、ちょっとね、いやらしく勝たせてもらいましたね、いや、そのぐらいのことは私はできると思ってたんですよ。要するに麻雀店の経営を守るために麻雀賭博で勝って、それで従業の給料払うみたいなね。で、何が言いたいかっていうと、結局は自分の金はどんなトラブルが起きても、誰に騙されても、どんな天変地異が起きても、帳尻合わせないと生き残っていけないってことですよ。次の世界に行けないんですよね。まあ、私の場合は今お話した2つの例でなんとか乗り切った時期もありましたけども、これたまたま運が良かったところもありますけども、だけども運に頼ってでも生き残らないと今日がないんですよね。だからその時に私は FX なりね、麻雀賭博なりがやばいなと、できないなと思ってやらなかったり、もしくはやったんだけど負けたりしたら、多分今日の私はないんですよ。ネットビジネスにたどり着く前にもう終わってますね。まあ、そういうふうな、まあ、なんていうか、覚悟っていうかね、昔の侍魂ですよね。武士ってのは起きた瞬間に自分が
もう今日中に死ぬんじゃないかなってことを覚悟して、そして、その日一日を過ごしたらしいですよ。だってあの兵士ですからね、武士っていうのは戦士ですからね。だからなんか戦争が起きたら今日中に死ぬかもしれないって覚悟をいつでも固めないといけないんで、しかもあの同じ武士っていうのはね、20代とかで普通に死ぬわけじゃないですか。当時人間わずか50年とか言って、殿様になったって50年くらいで死ぬわけですよ。そうなったら自分の家族とかね、子供たちとかね、その辺も普段からきちんと整えておくっていう覚悟もできますし、死んでたまるかっていう風なね、エネルギーも出てくると思いますしね。どうもね、その点だけ見ると今はちょっと守られすぎていて、弱い者アピールすら今ねできるようになっちゃったところがあるなと思います。もちろんそれはあの私がね、いい悪いって決めるものではないですけども、いまいちね、戦える人が減ったかなと思いますね。もちろん戦わずに済むような世の中になったっていう言い方もあるんで、平和な世の中になったなと思います。別に私決してね、平和ボケとかっていう言葉は使いません。もともと平和ボケなんていうのがまかり通ったら戦争ボケってのあるのかって、そっちの方がボケてるわみたいな話になりますんで、そういう言葉の遊びじゃなくてね、やっぱりどんな状況に置かれても自分の愛する人の幸せを守るためには鬼になって戦わないといけない時があるなと思いましたね。まあ、そしてね、やっぱりこう自分の家族とか子供とか、それからお世話になった両親とかね、恩人とか、そういうのいると思うんですよ。その人たちのためにも勝たなきゃいけない、生き残らなくちゃいけない。そのためには最も単純で許されているものがビジネスだと思います。ビジネスをやりすぎてね、命まで取られることはないですけども、ビジネスをやらずにお金がなくなると命を取られちゃいますからね。命がけですよ、まさに。命がけでビジネスしても別に死ぬことはないっていうね、このパラドックスが。いってらっしゃい。